どうもロシングルです。さあフラワー続きをやっていきましょう。この水色の合わない、はい、水色の花を咲かせよう。うん、夜だ、満月の夜だ。月が雲に隠れてしまったぞ。ああ、なんか抽象的ですよね、こういうイメージシーンが。うん、夜のステージですね。もうすでに綺麗。ピロリン。さあ、おっと、早くも風車のステージだ。ぐるっと見回してみましょう。ああ、日が沈む。ちょっとあっちに行ってみようかな。あー沈む。あららららら、空はまだ星は出てない。この風車の街何なんでしょうね。めっちゃ綺麗だけども、あれ花じゃなかった、こっちではなかったようだ。あっちだね。うん、風が吹いている。これ、ははん、電気がつくんだな。この町に電気を灯すとかそういう感じ？風車がゆっくり回ってるね。さあ、任しとけ。ピロロン、ポン、シャララン。トゥルルン。おお、もう綺麗。この紫色のね、この時間帯たまんねえ。おっと、ちょっと通り過ぎそう。こっちかな。さあこれで開くはず。どうだ、回る。風車が回ると、うん、発電されて電気が光ると。で、次の花が示される。任しといて。これは先が楽しみになってきましたね。この寂しい風景がこんなに美しくなるなんて。おお、生き物のようだ。なんだなんだなんだ。うわー、スズムシの声が聞こえるから、なんかこうホタルのようなイメージもあって、綺麗ですね。見入っちゃう。ちょっと待って、もう光っちゃってる。僕もう光っちゃってますけど。ホタルに導かれてんの。おーおーおお、なんだなんだなんだ、何が起こってるのか。あー、電気がついた。適当にぐるっと一周したら正解だったようですね。うん、さあ電気がどんどん僕を導いてくれてますけれども、ここを開かせると、次は藁の束が、おお、何でできてるんだこれは。どういうことですか。突っ込めばいい、一周する、一周すればいいのかな、かな、ちょっとわかんないな。あー、正解だったようです。うわ。嘘でしょ、こんな藁の山がこんな綺麗になります。原理は一体何でできてんだ。うーん、幻想的だ。おっと、僕が見失われたぞ。こっちだ。綺麗だな。さあ残り一つかな。うん、あ
虫の音がすごい、めっちゃ癒される。もう時期的なものでね、虫も鳴いてますけど外で、本当にねえ、なんかこういう景色が現実であったら働きたくなくなっちゃうよねダメ人間発言か。さあ行きましょう。導かれる。ここはだいぶなんか大きい光になりそうな予感。輪が大きいぞ。これどうだ。今度これを咲かせればいいのかな。任しといて。おっと、はあ、人の声だ。歌ってる。サファファン、なんて歌ってんだ。綺麗。外したさあさあさあ、どんどん花を咲かせましょう。光と今度は花びらっていうね、最高のシチュエーションですね。あとこれでラストかな。どうなる。あ、螺旋だ。おしゃれですね。こういう風に草を刈ってるのかな。さ、向こうが光ついて、あっちに行けばいいんだな。現実のこう牧場の真ん中とかこんなもんなんでしょうかね。電気最低限だけついて。うわお、なんだなんだ、むーちょ綺麗じゃないですか。え、どうすればいいんだろう。光を集めればいいのかな。ある程度ここら辺のルールがよくわからない。光についていけばいいのかな。なんか適当にやってますけども。ん？これでいいのかな。あ、わかった。光をこの暗闇に散らせばいいんだな。するとほわーんとね。さあ次はあっちだ。一旦電線に。あ、わー、良くないぞ。何か良くないことが急に始まった。そんなバカな。バチバチしてる。なんだ風が渦巻いてる。おお、なんだなんだなんだ、暗い。すごい不穏な感じになってきた。なぜなぜですか。こっちか。ちょっと、なんでこんなことに。街が滅びてる。なぜ、何があったんだ。そして多分クリアかな。不穏ですね。この先発電所のような廃屋のような雷雲が鳴り響いてるけど、はい、とりあえず、お、雨になっちゃったな。というわけでだいぶ不穏な感じではありますけれども、今回は短いですけどもこれにて終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。アリベデルチー。